日経平均円安を背景に大幅続進本日の日経平均は円安の影響を受けて大幅続進となりました市場は578円高の3 6958円でスタートしその後11時10分過ぎには1014円高の3 7394円まで上昇しましたしかし 買いが一巡すると伸び悩み、前場は904円高の3万7284円で終了しました。後場に入ってからも引き続き強い動きを見せ、825円高の3万7205円でスタートし、14時過ぎには989円高の3万7369円まで上昇しました。しかし 終盤にかけて上げ幅を縮小し最終的には775円高の3万7155円で取引を終えました新興市場も好調新興市場も同様に堅調で東証グロース市場250指数が上昇しましたこの動きは新興企業への投資家の関心が高まっていることを示しています 円安と FRB の影響円相場は米連邦準備制度理事会 FRB の FOMC 前連邦公開市場委員会で政策金利の大幅利下げが決定されたことを受けて一時143円台後半まで円安が進みましたしかし今後の利下げペースは穏やかになるとの見方が広がり 為替市場にも影響を与えました今後の注目点、日経平均が今後も買いが優勢となるかどうか、特に25日移動平均13万7407円を超えるかが重要なポイントとなりそうです。また、本日21時30分には、米新規失業保険申請件数や9月の米フィラデルフィア連銀製造業提供指数など、 米国の経済指標が発表される予定です。さらに、明日の昼頃には日銀の金融政策決定会合の結果が発表されるため、注目が集まります。このチャンネルではビジネスニュースを発信しています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。